高卒と話したい人なんていないでしょ。そう兄嫁に言われて、俺は兄の結婚式で誰もいない席に座ることになった。周りからの冷たい視線を感じていると、7年ぶりですね。あの時は本当に助かりました、と声をかけてくれる人が。そして7秒後、兄嫁はすべて失うことになった。俺の名前は永瀬幸喜、結婚している。嘘をつくことができず、自分で言うのも恥ずかしいが、真面目で正直者な性格だ。俺には正樹という兄がいる。兄は結婚式を間近に控えていた。兄からは妻と一緒にと言われていたが、兄嫁から、高卒二人も座る席なんてないわ。奥さんは連れてこないでね。と電話が来る。兄嫁の名前はマキコ。兄にはいい顔をしているが、弟の俺に対しては相当ひどい態度だった。どうやら俺が高卒ということが気に入らないらしい。俺の妻も高卒で、家族の行事には妻を排除する。そのため兄の結婚式という大切な日にも呼んでもらえなかった。とにかくマキコさんは学歴を気にするような人だった。意地汚いことにマキコさんはみんなが見ていないところで、高卒のくせに医者の集まりによく顔が出せるわよね。本当は呼びたくもないのに呼んでやってるのよ。もう少し謙虚な姿勢を見せたらどう？そのふてぶてしい顔も本当は見たくないのよ。と馬鹿にする。そう、俺の家族は医者の家系で、もちろん兄も医者だった。俺だけが出来損ないというわけだ。だが、誰かに迷惑をかけたわけではない。マキコさんの言動にそろそろ限界を感じていた。俺はマキコさんからの連絡で兄の結婚式に一人で行くことになった。俺は用意された席に着くと、マキコさんから、底辺の高校卒と食事したい人なんていないと思って、と耳元で囁かれた。俺は悔しかったが何も言い返すこともできず、一人で食事をすることとなる。ふと俺は隣の空席が気になった。やはり妻の席は用意されている。そこへある人物が俺の元へと現れた。7年ぶりですね。あの時は本当に助かりました。そう言って俺にビールを注いでくれる。この人は兄が尊敬する名医の守屋淳一さん。どうして一人席なんですか？と不思議そうな表情を浮かべて聞いてくる守屋さん。俺が戸惑っていると、兄と真紀子さんが俺の元にやってきた。守屋さん、お知り合いなんですか？と真紀子さんが驚いている。守屋さん、今日はありがとうございます。コウキ、奥さん体調悪いんだってな。と俺に言う兄に、いや元気だよ、マキコさんに呼ばれなかっただけで。あっ、と俺はつい口が滑ってしまう。きっとマキコさんは兄には言っていない。おおよそ俺の妻は体調不良ということにでもなっているのだろう。え、どういうことだ？マキコが嘘をついているってことか？え、後期を一人席にしたのもわざとか？奥さんと二人席の方が気を使わないだろうからって。兄は相当混乱している様子だ。そして、嘘をついているとしたら結婚できない。とつぶやいた。マキコさんは、私が嘘つくわけないじゃない。何言ってるのよ。大好きなお兄さんが結婚するとなって頭がおかしくなったのよね、コウキくん。これは何かの間違いよ。私、プランナーさんに
コウキくんの奥さん体調悪いから席を急遽変更してほしいと言ったのよ。そうか、わかったわ。これはプランナーさんのミスね。私たちの結婚式を台無しにするなんて許せない。コウキくん、席を変えてもらうから一緒に来て。と次から次へと出まかせを言っている。俺はマキコさんに呼び出されついていくことにした。するとすごい剣幕でマキコさんは俺に、あんた何を言い出すの、最低ね。マサキを悲しませるような発言をして。私があんたの奥さんを呼ばなかったのはあんたの奥さんも恥をかくからよ。高卒夫婦が医者との会話を楽しめるわけないじゃない。私にお礼を言ってほしいくらいだわ。それに私が奥さんを呼ばなかったなんてことを言ったらマサキが悲しむと思わないの。さすが高卒、おバカさんにも程があるわ。口を慎みなさい、と言ってきた。続けて、あんたが高卒だと知れたらマサキの出世の話がなくなるかもしれないわ。それでもいいの？マサキがどれだけ悲しむか。高卒だということは隠して話せるならみんなと一緒の席にしてやってもいいけど、失敗したら許さないからね。わかった？と言う。俺はついに怒りが抑えきれず、俺が高卒で何が迷惑なんですか？とマキコさんに聞く。いや、高卒って生きてるだけで恥ずかしいでしょ。そんな奴が家族だなんて思われたら、マサキの医者としての人生が狂ってしまうわ。それは私がお金持ちになれないことも意味するじゃない。そんなこともわからないの？やっぱり脳みその作りがどこか違うのかしら。だからそんなバカみたいな顔をしているのね。どこまで最低な人なのだろう。兄との結婚はお金目当てだったのか。そう思ったが、俺はここまで言われた時、プランナーさんが俺たちを呼びに来た。マキコさんは、あの席で大丈夫だそうです。と、俺の意見も聞かず、一人席でいいと勝手に決めてしまう。俺は席を移動することもできず、元の一人席に着席した。周りからどうしてあんな席なのか、と、冷たい視線を浴びる。俺はどうすればいいかわからなかった。席についてしばらくすると、森谷さんが俺の席に再びやってきて、コウキくん、俺聞いてしまったんだけど、さっきの話は本当か？と言ってきた。どうやら先ほどのマキコさんとのやりとりを森谷さんは見ていたようだ。俺は悔しさのあまり森谷さんに、そうなんです。俺高卒なんですよね。それで、マキコさんからことあるごとに馬鹿にされていて、俺の妻も高卒だからなのか、冷たく当たられていて、今日の結婚式にも呼んでもらえなかったんです。兄はこのことを知りません。あまりにもひどいので、どう伝えていいのかもわからないんです。兄を悲しませたくないですし、とありのままの事実を伝えてしまう。こういう時、うまく嘘をつける方ではなかった。いや、高卒だろうがなんだろうが関係ないじゃないか。俺はコウキ君の優しさと機転に救われた。コウキ君がいなければ俺の人生は終わってたかもしれないんだから。そう言って森谷さんは優しくしてくれる。俺は話を聞いてもらって少し気持ちが楽になった。どうして兄が尊敬する医者の森谷さんが俺に優しくしてくれるのか。それは7年前の出来事だった。森谷さんは俺の妻のお母さんから訴えられそうになっていたことがあった。妻の祖母は森谷さんに余命を宣告され、手の施しようもないほど病状は進んでいたという。祖母は、帰りたい、帰りたい、と言っていたらしい。そんな祖母を義母は
家に連れて帰ることにした。そしてしばらく家で看病した後、妻の祖母は亡くなってしまったのだ。義母は自分の母を看取った後、あの医者のせいだ。あの医者が何もしてくれなかったからだ。と精神を病んでしまい、モリアさんを訴えて医者を辞めさせようとする。病院にまで行き、いろいろな噂を広め、名医だったモリアさんは患者さんからの信用を失いかけたという。それを俺が止めたのだった。お見舞いに行ったとき、妻の祖母が、帰れて嬉しい。お医者さんに感謝だ。そう言っていた。俺はその様子を思い出にと思い、動画を撮っていた。モリアさんへの感謝の思いが溢れた動画が、俺のスマホにはたくさん残っていたのだ。その後、妻から義母がおかしくなったことを聞き、その撮っていた動画を義母に見せることを思いつく。その動画を見て義母は、ごめんなさい、ごめんなさい、と訴えを取り下げ、亡くなったことを受け入れられるようになった。そんなことがあったのだ。モリアさんは、マキコさんの俺への嫌がらせをおかしいと言って兄に伝えに行く。俺は、式を台無しにしてはいけないと思い、モリアさんを止めるが、モリアさんは、こんな人と結婚する方が、マサキ君の今後の人生を台無しにする。そう言って兄のもとへ。兄は、モリアさんから真実を聞かされる。そして、俺も兄に、マキコさんの本性を話すことに。すると兄は、マキコの様子も、コウキの様子も、なんだかずっとおかしいと思っていたんだ。今までごめんな、コウキ。とつぶやいた。そして、俺、マキコとの結婚はやめる。そう言って、落ち込んだ様子を見せないように、そっと兄は微笑む。兄の決意は固かったようだ。兄の強さを見たようで、とてもかっこいいと感じてしまった。俺の味方が現れたようで、嬉しかったのかもしれない。両親もこの騒ぎに気づいてやってきた。あんたたち、大事な結婚式に何をこそこそとやってるの？いい加減にしなさい。と言われた。しかし俺が、いいからこのまま黙って見ていて。家族のためにも、まさきのためにもなることだから。と真剣に伝えると、両親は分かったという表情で、その後は何も言わなくなる。ちょうどマキコさんは、お色直してその場にはいなかった。そして、兄と俺とモリアさん三人は、目を見合わせて笑った。俺たちの中で、決意が固まった瞬間だ。マキコさんの、お色直しは順調に進んだ。兄は、マキコさんに何かを聞くこともなかったし、自分の気持ちを話すこともなかった。そして、お色直しが終わり、再びみんなの前に登場となる。扉が開くと、会場からは、綺麗ねと歓声が沸き起こり、マキコさんも満足そうな表情を浮かべている。俺はその笑顔に嫌気がさす。今までのことが思い出され、幸せそうな表情が憎らしく感じる。そして席に到着した。司会者が、素敵な紫のカラードレスは、新婦さんが新郎様の好きな色だからと選ばれたそうです。それでは新郎様より、皆様にご挨拶をよろしくお願いいたします。と告げた。マキコさんも司会者の言葉を聞き、ご満悦だ。そして、いよいよ兄がマイクを持ち、挨拶を始める。兄は、私たち夫婦のためにお集まりいただき、本当にありがとうございます。私たち夫婦は結婚しません。俺は
マキコの本性を知ってしまいました。もう今後、マキコと生活することはないでしょう。と告げた。会場にいる人たちは、兄が何を言っているのかわからず戸惑っている。もちろんそれを聞いたマキコさんも、何を言っているの？まさき、頭おかしくなっちゃったの？今日は結婚式よ。結婚しないなんておかしいわ。え、私の耳がおかしいの？と動揺している。俺は、高卒です。マキコさんは、俺が高卒のことが気に入らない様子です。と言い始めると、マキコさんは、やめて！なんであんたが喋るのよ！下がって！と制止する。それを兄が、マキコは黙って聞いていろ！と怒りをあらわにしている。マキコさんは兄に怒られたことがないのだろう。驚きのあまり声が出ずにいる。俺は続ける。マキコさんは俺が高卒だと知ってから態度が急に変わったんです。俺が高卒なんて騙されたと言っていました。兄がいないところで数々の嫌がらせをされています。今日の結婚式も高卒の妻を呼んでもらえず、兄には俺の妻は体調不良だと嘘をつき、俺を一人席へと追いやった。こんな人が兄と結婚するなんて許せません！と会場にいる人全員に告げた。マキコさんは、信じられない！なんてこと言い出すの？あんたがお医者さんとは話が合わないから、一人席がいいって言い出したんじゃないの。皆さん、こんな高卒のバカな奴の言うことを信じますか？こいつは嘘つきです。という。ほら、やはり高卒のバカな奴って、マキコさん言いましたよね。いつもこうやって、俺に嫌がらせをするんですよ。と俺も反論する。そんなこと言って、証拠もないくせに。バカな奴が。と、マキコさんが本性をさらけ出す。兄もこんな奴だったのかと驚きを隠せない。俺は、わかりました。証拠を見たいのですね。それではこちらをご覧ください。モリアさん、お願いします。とモリアさんに伝える。モリアさんは映像を流してくれた。そこには先ほどのマキコさんと俺とのやりとりが映し出される。高卒夫婦が医者との会話を楽しめるわけないじゃない。と音声まできちんと取れている。なんとモリアさんは俺たちのやりとりを動画に撮ってくれていたのだ。会場の人たちはその動画を真剣に見ている。そしてあちらこちらから、このお嫁さんとの会話の方が楽しめないわ。との声が聞こえてきた。こんな奴と結婚しない方がいいぞ。そうだそうだ。と会場からヤジが飛んでくる。マキコさんは、こんな隠し撮りまでして、ほんと最低。だいたいなんで森屋さんとコウキが知り合いなのよ。今すぐ止めて。止めないと。どうなるかわかってるんでしょうね。早く止めて！見ないで！と叫ぶ。マキコさんの抵抗むなしく、動画はすべて流れてしまった。マキコさん、俺は森屋さんと7年前からの知り合いです。俺がそう告げると、マキコさんは、そんなわけないじゃない。どうせさっき知り合ったんでしょ？モリアさんは、マサキの出世のために必要なお医者様なのよ。嘘はよして！という。俺は、マキコさんに事の経緯を説明する。すると、モリアさんを助けたなんて信じられない！ほんと嘘が下手くそ。よくもまあ、そんな作り話を！そう言って、マキコさんは信じない。するとモリアさんが、マキコさん、
あなたが信じなくてもいい。だけど、あなたが見なければいけないのは、嘘かどうかより、まさきくんではないですか？まさきくんは、あなたと結婚しないと言っていますよ。と言ってくれた。まきこさんは、ねえ、まさき、こんな奴らの話を聞くっていうの？私のことを信じてくれないの？嘘よね。私のこと一生幸せにするって言ったわよね。と、兄に訴えた。兄は、もうやめてくれ。マキコのことは信じられないよ。俺の医者っていう肩書きと出世が目的なんだろう？今日やっと、わかった。俺は選ぶ相手を間違ってしまったんだ。俺の見る目がなかった。と、マキコさんに伝えた。俺は、素敵な結婚式にこのような醜態を晒してしまい、気分を害された方がいたら申し訳ありません。俺は今までこの人に様々な嫌がらせをされてきました。今日のこの態度でもうお分かりでしょう？と伝えると、会場からは、神父最低！との声が上がる。あんた、本当にいい加減にしてよね！とマキコさん。まだ懲りていないのか。すると、ある一人の人が会場に入ってきた。コウキの妻のセイラです。俺の妻が会場へとやってくる。モリアさんが、お久しぶりです、セイラさん。本当にその説は、ありがとうございました。と妻に言う。妻は、私は守屋さんに感謝しています。祖母の恩人に私たちの方こそ失礼なことをしてしまったと思っているんです。本当に祖母のお医者さんでよかった。今では母も何かあったら守屋さんに見てもらいたいと言っています。と告げた。マキコさんは、てめえら何をごちゃごちゃやってんだ。私の結婚式だぞ。どいつもこいつも私の邪魔しやがって、出て行けよ！と、ますます言葉遣いが悪くなっていく。もう、本性がダダ漏れだ。するとセイラが、出て行くのは、マキコさん、あなたではないですか？私も高卒でここまで頑張ってきました。何も恥ずかしいことはしていません。マキコさんに馬鹿にされるのも本当によくわかりません。私はあなたより人としても妻としても立派です。マキコさん、あなたは妻として夫を支える力がないと思います。ね、コウキ。そう言ってセイラは俺を見て微笑んだ。本当に素晴らしい妻だった。俺のことをいつもそばで支えてくれる。優しくて強いセイラ。俺はマキコさんに言ってやった。皆さん、兄夫婦は結婚式が終わったら婚姻届を出す予定だったそうです。なので、まだ入籍はしていないんです。そして、兄は婚姻届を出さないと本日決断しました。兄が、俺はマキコと結婚しません。婚姻届を出していなくて本当に良かったです。こんな奴だと思っていなかった自分も恥ずかしいですが、これで後悔はありません。皆さんもこんな奴と結婚しなかったことをどうぞ祝福してください。と言うと、会場から盛大な拍手が湧き起こった。そして、俺たちの両親からも、こんな人がお嫁に来なくてよかったです。マキコさんのご両親には悪いけど、息子たちを信じてよかった。さようなら、マキコさん。もう二度と私たちの前に現れないで。と告げられる。マキコさんのご両親は目に涙を浮かべ、本当にマキコが申し訳ないことをしました。
こんな娘に育ててしまった。私たちにも責任があります。と謝罪した。マキコさんはついに泣き出し、なんでこんなひどいことをするのよ！今日は大切な結婚式だったのよ！という。俺は、今までの恩返しができてよかったです。素敵な思い出が作れましたね。本当におめでとうございます。さあ、マキコさん、出口はあちらです。盛大な拍手で見送ってあげましょう。とマキコさんに言ってやった。マキコさんの悔しそうな表情が忘れられない。マキコさんはドレスを着たまま会場を後にする。そして、マキコさんがいなくなった会場は、拍手喝采となったのだった。その後、マキコさんは実家へと戻り、両親から縁を切られることになったらしい。俺は嫌がらせを受けることもなくなり、妻と一緒に家族の行事に参加している。兄はしばらく経ってからいい人と巡り合った。その人は俺が高卒と知っても、真面目で誠実な弟さん、素敵ね。と言ってくれている。